皆さんこんにちは、イアです。スピアーズさんからブラックインフェルノ情報が。リアナ、コマンダー。ブラックインフェルノが現れる時には同時に難民も出てくるらしい。マーリック家の領土でブラックインフェルノによるものと思われる難民が出てしまう。難民は一旦両家の領土に避難するものの、帰る時に両家間のトラブルになる。難民の帰還を許可しない両家をパワーで説得することに。スターリーグ時代の技術を忘れた銀河、インナースフィア、ここには必要な仕事をしている。問題が起きてる。マーリック家とラオ家の国境はここら辺。移動だけで時間を潰すと維持費を支払えない。道中で任務をこなしながら移動。あれは AC20 装備型。狙い目か。今の戦地が持ってるキャノン砲の2倍の単発火力。連射速度が落ちているので DPS は2割増し程度ですが、1箇所にダメージを集中させられるのは強みですね。サルベージするの？できれば欲しい、ぜひ欲しい。ダメージが分散するミサイルでできるだけ削る。私たちは適当に戦っていますね。アブナス。よし、じゃあ叩き潰すぞ。周囲の敵を解除、ターゲットの敵数リレフ、避難してください。遠くの敵は振り切れるね。よし、AC20 搭載型戦地をゲット。火力こそパワー。後方周クエストなるものを発見。二者択一の依頼みたい。ブラックインフェルノに襲われた農村が舞台で、そこを守るか、さらに奪うか。奪う依頼をしてきたのはスピアーズさんの勢力。保護することになるけど、農民を守るよ。AC20 の試し撃ちも兼ねて。今回の任務は防空管理と防衛です。防空は見込めませんが、防衛確保が人材を失うとか感じます。引き立ての時には有効でしょう。悪い評判が流れたら一発アウトだよな。さて、どこから来るやら。ミサイルで先制攻撃。ぶつかり合いになる頃には HP で有利。弾速が全然違う。だけど、かすめただけでこの威力。慌てたジャンプは悪手でしたね。
複数方向からメック、戦力を分散させる？いや、一気に倒して回ろう。一瞬で V 破壊。畑が踏み荒らされちゃう。迂回しよう。これは立ち回りが悪かったね。足が速くとも動きが単調なら。ナイスショットです。あれが最後ね。こっちは4機いるし AC20 だってあるんだ。ふんが。ふえ。優勢な側が突撃するものじゃないが。余計な感じで修理費がかさんでるね。防衛が終わり、次はとっちめるターン。相手も喧嘩上等な捨て台詞だったから盛大にやろう。重量に余裕がある。あかりちゃん気をヘニホニわあ、ガンプだ。どちらかというとまくってですね。ロボットオタクはこういうところがある。この先のどこかに、盗賊団のリーダーが潜んでいます。リーダーがエレキが敵でな、盲人への攻撃をなめさせられるでしょう。候補地はどちらも遠い。よし、あかりちゃんとチェンジ。快速快速。これで各候補地を偵察しよう。あんまり遠くに行っちゃダメだよ。装甲を積むためにレーザーを外したのはまずかったかな。みんなはここで待機。くれぐれも、外敵したらすぐに戻ってください。この候補地にターゲットがいなかったのです。他の候補地を調べてください。砲台くらいならこの機体でも。私たちもいるぞ。
レーザー系は照射時間ずっとエイムし続けないとダメージが稼げない。残りの候補地はここだけ。絶対いるね。射程ギリギリから攻撃して釣り出し。ソラッチのミサイル機とチェンジ。敵が通路のくびれまで来たら攻撃開始。AC20、 確かにいい火力だ。これは癖になるな。懐に入られた。また肉薄された。遠距離ミサイル特化の弱点ね。バリ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 。ターゲットを撃破しました。まず続けてください。進路を塞ぐように増援。私たちにはまだ余裕があります。いつも通りやっていきましょう。ミサイルでできるだけ削って、詰められたら乱戦。ぶちのめしてやったぜ。バリ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 。これで全滅。風切り音がする。トンズラしよう。戦いを仕掛けて被弾するのは損ですよね。戦力強化になる期待はなし。めでたしめでたし、メディテーション。これが返礼品。うん、速度はすごいけど火力が低すぎる。メックはサルベージに限る。丘を遮蔽に集中砲火。敵が顔を出したぞ。軽量級とはいえ後ずさりでは逃げ切れないね。標的が全力ダッシュしてる分、味方の命中率が下がってる。
フォーメーションを優先して背中を見せてしまう。指示出しを含めた立ち回りをもっと研究しないと。よし、おニューのメックをゲット。またね。